港内向町駅は京都府向市寺戸町久々省にある西日本旅客鉄道日本貨物鉄道東海道本線の駅である。駅番号は JRA34JR 京都線の愛称区間に含まれている。港内に京都市南区との境界がある。向市の中心部阪急電鉄京都線東向駅とは約500メートルほどの距離がある。なお、 同じく、向こう市所在の阪急京都線の東向駅、西向こ駅は1972年10月の市政施行とともに、現在の駅名に解消されたが、当駅は市政を施行しても解消されなかった。すでに京城駅舎への改築、東口及び駅ビルの建設が決定している。新設される東口に新設道路を建設し、 向こう町へ飛ば線とつなぎ利便性を図る工事も決定している。さらに東側の農業地域を工業用地にし、日本電産をはじめとした企業の誘致も検討されている。それによる当駅の乗降客も増加するとみられている。向こう町駅は京都府内で最も歴史の古い鉄道駅である。 島式ホーム2面4線を有する地上駅であるが、外側線に列車が停車しないため外側の1.4番乗り場には柵があり、内側の2.3番乗り場のみ、乗降の取り扱いを行う。駅舎は線路西側にあり、ホームへは連絡地下道で結ばれている。2014年5月25日にエレベーターが設置されバリアフリー化され、トイレもリニューアルされた。 京都貨物駅からの貨物専用線が同駅構内で旅客船と合流するほか、京都総合運転所への入出港駅でもあるため、場内、出発信号機を有する。直営駅かつ移行か利用可能駅で、定型 IC カードも利用可能。日中時間帯は普通列車が1時間に4本停車する。朝夕は本数が多くなる。なお、平日朝ラッシュ時の大阪及び、 京都方面には高槻駅からまで快速となる列車は設定されていない。京都府東京所と向こう市東京所によると近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。2009年に大幅に利用者数が減少しているのは桂川駅開業に伴い、洛西ニュータウン方面からのバスの一部路線が桂川駅発着になった影響である。同駅の大阪駅よりには JR 西日本の水田総合車両所京都市所がある。府道207号が駅前から伸びており、市の中心である東向駅周辺と結んでいる。駅改札は西側にしかないため、駅東側へは200メートル北にある地下道か250メートル南にある地下道、踏切を経由する。JR 向町停留所。ありがとうございます。